次に徳本義孝さんおはようございますただいまご指名をいただきました市民申請クラブの徳本義孝でございます今定例会は 平成31年度予算編成前に、木崎市,を市長をはじめ、市の理事者が市民説明会において、平成31年度から平成35年度の間、約41億円の収支不足の起算年度となる平成30年度一般会計認定、決算認定をはじめ、9月、補正予算等を審査をする。とりわけ 市民の皆様が強い関心をお持ちの大切な議会でございます。そこで、国の動向を含めた宮津市のまちづくり施策に対し以下所要の質問をいたしますので、誠意あるご答弁をよろしくお願いを申し上げます。国においては、令和元年10月1日から3歳から5歳までの幼稚園、 保育所、認定こども園など、利用する子どもたちの利用料が無償化されます。このことは、単に利用料の無償化を進め、保護者の皆様のご負担を軽減する、そのためだけのものではなく、公営、民営を問わず、幼稚園や保育所の施設整備方針にも影響を与え、特に 本市のように、公営施設としての幼稚園等の整備計画が、財政健全化の項目として、保育所運営事業、幼稚園管理、教育振興事業、管理費削減として、公立保育所や幼稚園の認定子ども園への移行を検討としていますが、現在、及び今後の宮津市立幼稚園、 保育園等の整備計画についてお尋ねをいたします。本市と同じく保育所運営事業、幼稚園管理・教育振興事業を認定こども園への計画的な施設、統合、再編、整備を進めるために詳細な実施計画を策定,策定されている愛媛県の 大洲市の例を若干説明いたします。大洲市においては、計画の作成の趣,、まあ、趣旨ということ、それから計画の基本方針、計画の位置づけや計画の期間、就学前児童を取り巻く現状と課題、就学前教育保育施設の現状、アンケートの調査結果、今後の教育保育の課題、 就学前教育保育の基本的な考え方、質の高い就学前教育保育の実施に向けて、また幼稚園保育所の再編と認定こども園化、または民間活力をどう使うのか、そういう観点から、就学前教育の保育の必要性や、どれぐらいの量が必要なのか、または地区や地域,の地域における 再編の計画等々、いろいろと課題があります。このように、市民や施設利用者の意向をしっかりと把握するための時間をかけて、手続きを慎重に積み重ねられ、計画的に進められております。一方、本市において、保育所運営事業、幼稚園管理、教育振興事業管理費、 約6000万円の削減施策として、公立保育所、幼稚園の認定こども園への移行を検討しておるとされていますが、市民の皆様や施設利用者のご理解を得なければ、保育所運営事業、幼稚園管理、教育振興事業を認定こど,ども園への計画的な施設統合、 再編整備事業は難しいものと考えますが、詳細計画と市民の皆様の意向調査など、時間がかかるものと、また、その一方で、比較的に調査や効果などの検証が容易な事業もあると資料いたします。そこで、小学校、中学校給食の計画等の議会説明中には、将来的には、 宮津市立幼稚園も給食実施を見込んでいるとの答弁をお聞きした記憶があります。事実、本年2月には年長の園児たちはハーベストで給食を試食されたことをお聞きいたしております。意向調査は実施されたものか、またお尋ねをいたしたいと思っております。私は、どのような素晴らしい政策、政策であっても、市民の皆様や施設利用者をはじめとして、 事業実施は、事業を得たものでないと、初期の効果を得られないと資料いたしますので、誠意ある、まさしく事業を得たご答弁をお願いいたします。以上、令和元年9月定例会における、市民申請クラブ特務というの一般質問を終わります。 山本教育長私から徳本議員のご質問にお答えをさせていただきます。議員からは、この10月からの幼児教育、保育の無償化で、子育て家庭の経済的負担が軽減される点だけでなく、無償化が 地域の就学前施設の在り方に与える影響、そういったものも鑑みながら、私立幼稚園の施設整備を早期に進めていく必要があるのではないかというお考えのもと、ご質問をいただいたというふうに資料をいたします。本市におきましては、宮津ビジョン2011、さらに平成27年3月に策定をいたしました、宮津市子ども・子育て支援事業計画、そして、 平成28年3月に策定をいたしました宮津市教育振興計画などに基づきまして子育て家庭への経済的支援や就学前の教育、保育環境の充実に努めておるところでございまして平成27年4月から私立幼稚園で3年教育や在園児の一時預かり事業を開始をしておりますし 教育内容、体制の充実を図っているところでございます。現在、就学前から10年間を見通しました、小中一貫教育の取り組みなども推進をしているところでございます。これらの動きと並行して、議員お触れになりました愛媛県大洲市のように、就学前施設の統合、再編、整備にかかる計画までは策定をしておりませんけれども、 平成29年8月に策定をいたしました学校施設整備年次計画に基づきまして学校教育施設全般にわたって非構造部材の耐震化ですとかトイレの様式化さらにはエアコンの設置また放課後児童対策さらに給食配膳室にかかる整備などをです、ね、計画的に進めているところでございます こうした中、私立幼稚園では、今年度中にトイレの様式化と、普通教室のエアコンの設置が完了いたします。また、給食につきましては、昨年度の2学期から、センター方式による給食提供を導入をしておりまして、市内全小中学校で完全給食が実施をできるようになりましたけれども、私立幼稚園におきましても、 保護者の皆様などから給食をという強いお声もお聞きをする中、現在完全給食の実施に向けた検討を進めているところでございます。議員からは財政健全化の取り組みにおける公立保育所幼稚園の認定子ども園の移行等の検討ということもある中で、今後の幼稚園の教育環境の充実、特に 給食実施はいつになるのかというとのご趣旨のお尋ねであったのではないかなというふうに思いますけれども認定こども園への移行等の検討に当たりましてもまあ財政健全化という視点だけではなく現在の本市の就学前施設に係る状況等を踏まえて事業を得た上でいかに子育てサービスのさらなる充実とその質的な向上などを 図っていくのかという、そういうしっかりした視点を持って、進めていかなければならないというふうに考えているところでございます。まあ、いずれにいたしましても、保育が必要とされる世帯が増えつつある中で、まあ、保育所を利用する世帯と負担感が変わらずに、幼児教育を受けたいと、そういった保護者の皆さんのニーズなどにも応えるために、先ほどの横川議員のご質問でも、教育次長お答えをいたしましたとおり、早期に、 私立幼稚園において給食を開始をし、就学前施設から中学校に至るまでの食育指導をしっかりと充実をさせながら、家庭や地域とも連携をしつつ、食の大切さであるとか、栄養バランスはもとより、感謝の心ですとか、社会性などにつきましても育んでいかなければならないというふうに考えているところでございます。今後も 子どもたちの心に宮津を育てると、そういう強い思いのもとに、地域の宝である宮津の子どもたち、子どもたちをふるさと宮津に誇りを持って、将来、自分自身の持ち味を十分に発揮しながら、それぞれの立場で社会に貢献できる、自立した大人に育て育て,ていきたいというふうに考えているところでございます。そののための 教育環境の充実にはしっかりと図っていかなければならないというふうに思っておりますので、引き続きご理解、ご協力のほどお願い申し上げまして、以上、答弁とさせていただきます。徳本義孝さん。 先ほどは教育委員会として、また教育長としてあのご答弁いただいて、本当にあ,のありがとうございます。やはりあの今回、このテーマというのは、要するにいろいろな施策、政策の中でも、やっぱりその今、大切なもの、いわゆるメリハリというのか、一定そういうものをつけていかないと、市民の理解を得られないよという、そういう思いで、今回、ご質問をいたしております。もう一点 あの宮津市の財政状況、正直言って、今、経常経費も経常収支比率も100%を超えると、そうなってくると、要するに一般的な経常的なあのまあ歳入というものが、非常にもう、その意味では、それだけではとても回っていけない、例えば、市税と、それからいわゆる交付税、そのような、当然、経常的に入ってくるものについては、それでやっていけないから、特別交付税や都市計画税や。 宮市独自の税金等で何とかやりくりをしておる現状ですですから多くの費用がかかることをやれというようなことは今言える時ではないとそれは思っておりますだけども今後はそこを含めてやはり計画的なものを作っていかなきゃいけないかなと思いながらちょっと次の質問を再質問という形でお願いをしたいんだけどもやっぱりあの財政の健全化を図ることはこれ一番大切なことであります。 市民の皆さんや議会に示された財政健全化に向けた取り組み議会の議決を得た計画ではありませんけれどもご承知のように2011年の5月2日に地方自治法第2条第4項が削除をされ地方自治体の総合計画いわゆる基本構想なり基本計画なり実施計画特に自治体運営の基本となるべき 自治体の基本構想の策定義務がなくなりました。そこで同時づけですけれども、この時に総務大臣の方から総、総務大臣通知という形で、それぞれ地方自治法によるものではなくて、それぞれの自治体は判断で、この総合計画に近いようなものをやっぱり作りなさいよと、そうして自治体運営、まあ、はっきり言いまして財政運営含めて、 しっかりやっていきなさいよというような通知も出ました。で、現在、あのこの地方自治体を取り巻く環境の中で、いろいろと私なりに調査をしますと、あの多くの自治体で、それなりに基本、いわゆる総合計画のようなものをお作りになっております。それは取りも直さず、それを作っておかないと、実際問題として、そのこの事業やこの政策施策は一体どこに、 宮津市のどこに向かっていくための予算なのかとか、我々議員としても、もともとにベースがないと、実際に審査をするときに、この予算とこの予算、どちらがプライオリティが高いのかとか、どちらが市民のニーズに応えているのかなんて分かりませんよね、やはり全体の大きな計画があって、この予算はその計画の中に上に上がっていくと、こんな宮津を作るという市長はよくおっしゃる。 ね、宮津のために、宮津がいい町になるというね、その目標の宮津をここに置いて、そこへ向かっていく予算なんだよという説明ができれば、まあ、少し苦しくっても、市民の皆さんも何とか協力して、これから宮津が良くなっていくように頑張っていこうって、目標がは,はっきりしてるというのが一番いいことだなと私は思うんですね。ですから、できたら、まあ、今回の指紋の趣旨としては、厳しい財政状況ではあるけれども、 その中でやっぱり、その総合経験で議会とまた市民と、そして行政が一体となって、この宮津の今の厳しい状況を乗り越えていかないかんと思うので、総合計画のようなものを、どういうようにお考えになるか、お尋ねいたします以<上>木崎市長。 宮津市の基本構想に関わる部分ですので、私からお答えをしたいというふうに思います。議員からは、現在、本市が市民の皆さんにもご負担をいただきながら、財政健全化を図っている中で、より予算のメリハリが必要であること、そして、そうした財政運営を行うためには、総合計画の策定が必要であること、というお考えのも下、再質問をいただきました。私といたしましても、財政健全化に取り組んでいる中ではありますが、 先ほどの教育庁の答弁で、就学前施設の在り方検討、整備等にあたっては、時期を得た上えで、まあ、いかに子育てサービスのさらなる充実と質の、質の向上などを図っていくという視点が欠かせないという答弁とあったと同様にです、ね、市民の皆さんと一緒に夢と希望があふれ、そして住み続けられるまちづくりを進めるんだとの思いのもと、時期を得た 事業実施を行っていかなければならないという考えでございます。また、宮津ビジョン2011の計画期間が、まあ、令和2年度までとなる中で、市民や事業者、そして議会との対話を通じて、しっかりと行政、市民、事業者等が目指す将来像、これを共有し、施策の選択と集中、そして、官と民の役割分担、指針となり得る基本構想と、 基本計画で構成する総合計画を策定していかなければならないというふうに考えておりますその上で財政健全化を図りながら明るく豊かな宮津づくりの実現に向けて頑張ってまいりたいというふうに思っておりますのでご理解ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げまして私の答弁とさせていただきます徳本吉高さんいや市長あの前向きなご答弁ありがとうございます あのやはりあの何度も申し上げますけれども、われわれも審査もしやすいし、説明もしやすい、やはりわれわれの、われわれが何今ここで議論をしておるかというと、後ろにいらっしゃるというか、1万8000人になる、その宮津市民の、多くの市民の皆様の将来のことを考えながら議論していくわけですから、そうすると、議論の基本になるものがないと。 議論のを交わすこともできないし、議論をし、そして施策、政策を実施し、まあ、予算を編成し、実施をして、その検証というところがついてこないと、検証をして、また新たな予算ということで、私ども残念ながら、あのこの地方自治体の、まあ り方と財政の在り方というのは、単年の主義ですから、毎年毎年予算は出てきます、説明は受けます、そしてあの正しいのかどうなのか、いいのか悪いのか、そういうことを審査をして我々はしていきます、だけど、それがじゃ例えば31年度から32年度になったときに、31年度は予定したものが実施できたのか、どうなのか、そして32年度につながる予算はできたのか。 例えて言うと33年度はどうするんだとかいうときにやはり長いスパンでこういうふうにやっていくんだというきちっとしたものが出てきているとすごくやりやすいんだろうなと思います。からもう一つこれはあのそれこそあのまあ、皆さんに対してあの大変失礼かもわかりませんけれども例えて言うともっと まあ、宮津が今現在非常に厳しいのであるけれども例えば簡単に言うと宮津の場合借金返しといわれる交際費というものが例えば17億としたらそれに対して例えばそれをオーバーするような記債を発行すれば当然それはそこに財政の破綻が起きるわけで当然のことですねだけどそれは例えば計画年度をよく考えて要するに有利な交付税あの有利なあの過疎罪にしたってこれは要するにまあ 記載を発発行行ししたた年度にも発行した例えば1億なら1億出ますよね、それから3年経ってから初めていくと、返済、交際、そしてそれに対して今度は交付税がついていくという時差があるんですよね、ですからやっぱこの長いスパンでの中できちっと計画を作っていただいて、きちっと財政運営をしていこうと思うと、やはりどうしても話は戻るけれども、基本計画なり、基本構想がしっかりとした財政運営をしていかないかと思います。 ですから私は打足ではありますけれども市民の皆様から、ね、こんな声聞くんですよ、こんだけ苦しくなったのは例えばミッポルに宮津の施設図書館らを移したから、こんな厳しになったんだというようなご指摘を受けるんですよ、でもただ実質的に言うとあの例えばたいあの図書館にしてもそれから横の古い方の庁舎にしても古いというか、まあ、あの仮の第二庁舎にしても実際にはもう使い勝手が悪くていつ あの危険なな状態になるか分からないといととうことであっておそらくは10億どころじゃなくって建て替えを考えた時は20億とかそんなことが当然出てくると大きな数字が出てくるですからそれを計画的に何とかしていこうというで10億はあるけどもそれをゆっくり長いスパンで返済していくつまり庁舎の計画なんていうのは10年20年当たり前ですよそういうふうなだから観点でいくと決して無駄な予算ではないしましてや市民の皆さんの中に一部誤解があってね 大変な賃料を払ってるんだろうとかいう話もあります我々の説明不足もありましてそういう誤解を与えておりますけれどもそれは私は違うということを説明してまいっておりますでもただやっぱり長期の計画に値するものと短期にやらなきゃいけないものそして早期にやらなきゃいけないものこのメリハリというのをよくお考えいただいて先ほど教育長なり市長から答弁がありましたようにやはり子ども子育てということは大事 一番大事なことではないかなと思いますので、より先ほどの答弁が実際の予算化がされますように、心からお願いをして、私はもうこれは質問ではありませんので、私はここで今回の質問を終わりたいと思いますすどうかよろししくお願い申上上げます以上です。